今回は小川ブラックの稚魚を購入してきたので、稚魚たちの水槽を立ち上げたいと思います。袋の中で元気いっぱいに泳いでいます。マツモソウも売っていたので、ついでに購入しました。今回水槽に使うのは激安の飼育ケースです。まずは飼育ケースを軽く水洗いして、そこに赤玉土を敷いていきます。赤玉土も水が濁らないように軽く水洗いしてあります。それではここに水を入れていきましょう。発泡スチロールの板を浮かべて、その上に水をかけるように入れていくと、水があまり濁らずに注水できます。このくらい入れば十分ですね。次に水質調整のため、カルキ抜きとバクテリアを入れます。水質調整剤を入れたら、次は水の温度合わせです。袋に入ったままの稚魚たちを水槽に浮かべて、水槽内と袋の中の水の温度を合わせます。このまま半日ほど放置して水の温度を合わせていきます。温度合わせが終わったら、今度は水合わせです。別の容器に移した稚魚たちの水の中に、新しい水槽の水を少しずつ入れていきます。20分おきくらいに2度3度と繰り返します。水合わせが終わったら、今度は稚魚たちを新しい水槽に引っ越しさせます。水合わせが済んでいるので、そのまま水ごと移してしまいます。新しい水槽の中で気持ちよさそうに泳いでいますね。酸素不足が心配なので、弱いエアレーションだけ追加しておきました。小川ブラックの稚魚たちが大きくなるのが今から楽しみです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。次の動画も頑張りますので、応援よろしくお願いします。あ、そうそう、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いしますね。